こんにちは、ビートルズワールドニュースです。今日は、ジョン・レノンの長い間、行方不明だった腕時計、パテック・フィリップ2499が発見されたとのニュースです。ジョン・レノンの長い間、行方不明だったパテック・フィリップ2499が発見されたと、フィリックス・ウォッチ・エグゼクティブが発表しました。時計の大きな謎の一つはついに解決したのだろうか。木曜日に、フィリックスの幹部アーサーとちょっと別れの Instagram で、 時計の世界を悩ませている大きな謎の一つが解決されたと発表したジョン・レノンの長い間行くへ不明だったパテック・フィリップ2499パーペチュアルカレンダークロノグラフが発見された長年にわたってエドウィン・オルドリンが最初の月面着陸の際に身につけていたスピードマスターやパブロ・ピカソの JLC トリプルカレンダーなど多くの重要な時計が謎のように姿を消してきましたそして発見された時計のサクセスストーリーがいくつかあります マーロンブランドのロレックス GMT マスターフロムアポカリスクナウト、ポール・ニューマンのロレックスデイトナ6239は、2017年2770万ドルで落札され、オークションで販売された史上最も高価なヴィンテージ腕時計になりました。今では、ジョン・レノンの2499のために、私たちはもう一つのハッピーエンドを手に入れることができるようです。パテックは、1980年に暗殺されるわずか2ヶ月前に、 40歳の誕生日に妻の小野陽子からレノンに送られた。この時計を身につけたビートルズの歌手の写真は2枚しかなく、彼の早すぎる死の直後に2499が行方不明になった。40年以上経って、この時計はついに再浮上したようだ。アーサーは木曜日にこのニュースを明らかにしたが、2499は数年前に発見され、進行中の法廷闘争のおかげで秘密にされているようだ。 ジュネーブの裁判所からの公式法的文書によると、現在、この時計は、すでに消滅したドイツのオークションハウスから60万スイスフラン、約67万2000ドルでパテックを購入したイタリア人コレクターの弁護士が所有している。2014年、コレクターは時計の出所を追及しようとしたが、それが小野との接触を促し、その所有権をめぐる現在進行中の戦いに拍車をかけた。 時計は数年前に小野の元運転手によって盗まれたと考えられており、6月にジュネーブの裁判所は小野がその作品の正当な所有者であると裁定した。裁判所の文書によると、コレクターは判決を不服として控訴した。ジュネーブの裁判所の正式な法的文書によると、元ビートルズの時計は現在、イタリアの時計コレクターの弁護士が所有しており、彼は現在は存在しないドイツのオークションハウスから購入した。 小野はレノンのの40歳の誕生日に時計を渡しており、日本人アーティストの元運転手がずっと前に時計を盗んだ疑いがある。文書によると、小野は盗まれた時計を報告しておらず、彼女が住んでいるニューヨーク州の法律で定められているように、盗難から3年以内に行動しなかったと主張していた。裁判所に提出された書類によると、小野氏の弁護団は、この時計の価値は400万フラン。 450万ドル相当になる可能性があると述べた。しかし、専門家たちは、音楽と文化の歴史における小野氏の立場を考えると、この時計はもっと価値があるかもしれないと示唆している。判決文には、レノンと小野の名前は書かれていないが、電気的な詳細は彼らを明確に特定している。訴状には、彼女の国籍と、彼が40歳になって2ヶ月後に自宅の前で暗殺されたことが記載されている。文書には2人が 別れた後に一緒に作曲した歌に言及した時計の刻印も記載されているこの記事の執筆時点でアーサーと小野陽子の弁護人はコメント要請に応じていないこの写真の背景には魅力的なディテールがたくさんありますこの写真はジョンの40歳の誕生日に妻の小野陽子が撮ったものです陽子はジョンの首にネクタイを編んで誕生日にプレゼントしました陽子は上の写真を撮る前に別の写真を撮りました 別の写真ではジョンがシャツにアメリカ国旗のピンをつけていて次の写真ではそれをネクタイにうしていることに注目してくださいピンはヨーコからの誕生日プレゼントでルビーサファイアダイヤモンドで作られていて1980年には7万5000ドルでしたアメリカ国旗のピンはキファニーカンパニーカルティエニューヨークのハリー・ウィンストンから来た可能性があります写真では ジョンが国旗のピンでパテック・フィリップを自慢しているのは明らかだと思いますが、おそらく彼は40歳の誕生日のプレゼントとしてパテック・フィリップも受け取ったのでしょうか。ジョン・レノンはヒッピーだったので、これ自体はちょっと奇妙ですが、彼が亡くなる2ヶ月足らず前に撮影されたこれらの画像では、彼はきれいにカットされ、現代的でプレッピーに見え始めているので、それは理にかなっています。もちろん、それは1980年であり、 男性のスタイルは1970年代のファンキーな雰囲気から急速に離れ、より綺麗になりつつあり、ジョン・レノンはスタイル曲線を常にリードしていました。もし、レノンのパテックがオークションに出品されれば、500万フランから1000万フラン、8億3000万円から16億6000万円の値がつくだろうと、希少時計の投資に関する著書のあるマーク・モンターには話す。出所だけでく、この時計にまつわるミステリーが重要な要素だと述べた。 以上、ジョン・レノンの長い間、行方不明だった腕時計、パテック・フィリップ2499が発見されたとのニュースでした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。この時計について、小野陽子さんの手元に戻ることを期待しておりますが、今、時計を所有されている方は、わざわざ陽子さんに問い合わせをしたことで盗まれたことがわかったなんて踏んだり蹴ったりでしょうね。 時計の行方も気になりますが、豪華なアメリカ国旗のピンを見たいです。これからも、ビートルズに関連したニュースを掲載していきますので、応援として、他のビートルズワールドニュースの動画を、ぜひご覧になってください。